はい、はい、ここからはちょっとだけ2人で喋らせていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、まずは自己紹介させていただきます。はい、お願いします。バッテ戦うアイドル、武漢派アイドル、ブレスの神井かなと申します。よろしくお願いします。はい、はい、そしてはい、ですね、神井かなとからで、サクラ FM というところでラジオのパーソナリティをしております、はい、島崎俊之です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで本日は道頓堀にお越しくださいまして、はい、誠にありがとうございます。はい、トンボリサンドフロント盛り上がってますか。はい、あれ返してくださいね。いくよ、トンボリサンドフロント盛り上がってますか。はい、半々ですね。はい、もっといけるはず。もっと声出そう。出してね。いける？ OK。 トンボリサンドフロント盛り上がってますか。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでね、はい、このイベントもう何回目になるでしょうか。もう何回目やろう。はい、今日で9回目。今日で9回目。トンボリサウンドフロント。みんな分かんないですけども、大体今日でね、9回目、10回目ぐらいで。そう。はい、冬はね、ここでイベント、寒かったから。寒かったから、はい。ちょっとね、一時いなかったんですけれども、はい、また暖かくなって、こうしてね、トンボリサウンドフロントを開催することができて、はい、皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、そして、カミカのやっと到着ですね。そうですね。はい、カミカのちょっと他でね、ちょっとお仕事がありまして、はい、あ、どうもこんにちは、こんにちは。皆様こんにちは。イエーイ、ありがとうございます。はい、このイベントね、嬉しいのがやっぱりここで撮っていくんですよね、お船がね。はい、お船が撮っていくので、はい、その前であのイベントできるっていうのはなかなか私たちアイドルもないので。そうよね。はい、とても嬉しい機会でございますけれども、はい、はい、みんな道頓堀に来ましたが、何か食べました。食べた？食べてない。OK です。なんかよかったら、じゃあ島崎さんのおすすめのお店とかってありますか、この辺で。さっきめっさ食べたのはね、そこのたこ焼き屋さん。たこ焼き屋さん、うん、はい、クックルさん。はい、あそこはね、ここでイベントさせてもらうときはいつもあそこでたこ焼き食べてますね。お、クックルさんですね。はい、はい、このステージの裏手にありますクックルさんで、はい、はい、たこ焼きが美味しいですね。美味しい。おすすめのあれ味とかってありますか。もう普通の、うん、普通の、ね、なんかいろいろあるみたい、はい、いろいろあるみたいけど、とりあえずL L、 L 何個ですかそれ。僕やろ、8個かな、10個かな、8個ぐらい。あんまり下手なことって怒られるよね。そうですよね、そこで聞いた話ね。はい、そうですね、はい、はい、やっぱあそこの神戸牛ステーキって書いてあるのが気になりますね。はい、そうですよね、いつも気になってます。はい、私たちね、今イベント中だから食べに行けないので、誰かぜひ、ね、あそこの神戸牛ステーキ食べて感想を聞かせてください。あ、いいですね。はい、直接じゃなくていいですよ、ツイッターでもいいのでね。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ここでですね、はい、ちょっとだけ告知を入れとこうかなって思うんですけれども、はい、はい、先ほど柴崎さんの方から話しました桜 FM、 こちらですね、西宮の、ラジオです。で、そちらで毎月第2木曜日、20時半から22時で桜アイドルフロントという番組を私たち2人でね、はい、パーソナリティをさせていただいております。で、こちらですね、ラジオ全国で聞けます。今日旅行に来た方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、全国で桜 FM の公式アプリをダウンロードしていただけましたらどこでも聞けますので、はい、ぜひね、ダウンロードして毎月第2木曜日聞いていただきたいと思います。これね、桜をちゃんとひらがなで入れて検索しないと、はい、なかなかね、たどり着かないって話を聞いて。あ、らしいです。ひらがなで桜、FM は、ローマ字。そうですね、桜 FM です。はい、はい、皆様よろしくお願いします。西宮アシアリスで貼る方は 78.7 メガヘルツ。 78.7 メガヘルツ、難しいですね。そうですね、はい、アプリが簡単だね。そうですね、難しいから、桜FM の公式アプリをぜひ皆様ダウンロードしてください。はい、お願いします。はい、そしてですね、はい、その桜アイドルフロントでは、関西だけでなく東京からも様々なアイドルさん来ていただいて、はい、はい、ご紹介しておりますので、普段ねアイドルとか見ない方も、はい、ぜひこの機会に桜アイドルフロントを聞いていただいて、アイドルのことを勉強して、よかったらね、ちょっとでも興味持っていただきたいと思います。はい、それが男で出てくる声もね。そうですね、はい、そうですね、デレデレした声で喋っておりますけれども、はい、本当に良くないですね、はい、すいません。それでラジオで怒られてます。はい、はい、ということでね、まあ、でもこれを聞いてるね、中でも女の子とかはよかったらね、私たちのアイドルのステージとかを見てね、一緒に横に立ちたいななんて思ったら、それぞれオーディションあると思うん
次の3人とかね、よかったらオーディション起こしてね。あれやって、やって、そうなんだ、はい、見る方がいい、見る方がいい、そのうち自分も立ちたくなるからね、はい、よかったらあのオーディション受けてください。で、一度立つとね、はい、そうなのよ、一緒になるよね、これ、はい、そうなんですよ。ちなみに私の所属してるのは VRESS ブレスと言いまして、はい、本日の最後、トリオを私飾らせていただきます。はい、楽しみですね。ブレスっていうのが、万葉着とか、うん、あと、和傘、刀とか持ったりして、すごいかっこいいライブ、自分で言うのもなんですけれども、かっこいい感じのライブをしておりますのでね、はい、かわいいだけじゃない、うん、ちょっとゴツゴツした感じの曲もやっておりますので、ゴツゴツした感じの曲ね、ぜひね、はい、聞いて応募していただきたいです。よろしくね、みんな、ありがとうね。もうウエスになるともうステージもかっこいいもんね。そうですね、はい、まあ、ソロでは可愛い系の曲もやってるんですけれども、まあ、それぞれに合わせていろんな曲をご用意いたしますので、ぜひオーディションにご応募ください。はい、はい、まあ、このアイドルの皆さんも、こう本日のアイドルはアイドルって特色があるのでね、はい、そら辺もこう見たら面白いところですよね。そうですね、いろんなアイドルさんがあります。よかったらね、関西アイドルで調べていただいたら、いろんなアイドルさん出てくると思うので、ちょっとでもご興味を持っていただけたら嬉しいです。はい、はい、そしてこのイベントはね、まあ、鳥取サウンドフロントの方は似たような名前ですよね。はい、はい、どちらも島崎さんがやってらっしゃるんですよね。はい、どうも、鈴木さんでいらっしゃいます。はい、そうなんですよ。はい、で、その鳥取サウンドフロントの方は結構シンガーさんとかも、はい、出ていただいて、本当にいろんな色がある、そのね、いろんな色のアーティストさん来ていただいております。はい、はい、でね、また次回とかって決まってるんですよね。次回は、はい、7月9日、はい、これ金曜日かな、はい、金曜日、はい、になっておりますので、はい、同じくここで、はい、やらせていただきます。次回は7月9日にこちらでまたこのイベントね、はい、開催させていただきますのでね、はい、ぜひお楽しみください。はい、ただまあ本日もまだまだ中盤戦でございます、はい、この後もまだまだね、たくさんアイドルさんや、はい、はい、様々なアーティストさんが出演しますのでね、はい、この後もお楽しみいただきたいと思います。はい、はい、これも本当さっきのいろんなね、パターンのもうアイドルが広がってるんですね。はい、はい、ちなみにですね、ちょっとこの後のアーティストさん紹介した方かな、ちょっと待ってくださいね、持ってきますので、はいはい、了解です。喋っといてください、ね、俺が喋るところね。そう、そしてですね、ちょっとお気づきの方いらっしゃいますかね、神カロと僕が着てるこのポロシャツ、これ道頓歌舞伎というキャラクターなんですけど、これはね、先ほど来ていただいてた、大阪なにわテレビさんが、使ってるキャラクターさんで、加藤さんじゃない、どこやったっけ、加藤さんの地下じゃなくて、ね、中澤の地下で、祀られてる、芸能の神様